3D ロゴでプログラム学習第2回、先ほど正方形を書きましたけども、これちょっと見てくださいね。前に進んで90度、前に進んで90度、前に進んで90度、前に進んで90度。これ繰り返しなんで簡単にできないだろうか。これいちいちやってると大変ですよね。それで一つ考えて、繰り返しやってみないかということで、繰り返しの命令をやってみます。そうすると一回消して、繰り返しリピートと、4回だからリピート4で、前に200進んで、そしてライトターンを90度で、あらできちゃった。これで、つまり、これを4回繰り返すという命令のやり方がとりあえず分かったことになります。じゃあこれ使って考えると、もっと他の図形も書けそうですよね。じゃあ今度は一回消して、リピートは使わずに、とりあえずじゃあ三角形今度書いてみようかと。そうすると、とりあえず前に200一辺進んで、三角形だから、例えば60度回ったとしたら、60度、あら、あ、60度しかない、まず命令入れないと、ライトターン、あら、これ三角形になるかな。とりあえずやってみますか。200、あ、正三角形です。おかしいな。とりあえず同じことやってみますね。まず曲がらないと、ライトターン、FD200、 なんかこれあれになりそうですよね。ライトターン60度、 FD200、 ライトターン60度、FP200、 あ、これはもうあれしかないよね。FD200、 あら、まあ一応戻して、ライトだ、60度で、はい、元に戻ったけど、さっきは90度でちゃんと正方形かけたのに、今度は60度でなんで書けないんだろう。おかしいな。というわけで、ちょっと三角形書く方向を考える前に、このなんで六角形書けたかから考えてみたいと思います。